山下さくらのひまわりラジオ。はじめまして、こんにちは、こんばんは、山下さくらです。よく好きな人のタイプを聞かれた人が優しい人と答えていたりしますが、今回はその優しい人というのは一体どんな人のことを指すのかをテーマにお話ししたいと思います。それでは最後までお付き合いください。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ひまわりラジオ21回目となりました。先日また母親がおかしなことを言って笑わせてくれました。煮たがもを作って置いてあるから食べていいよって。一瞬、え、鴨を煮るとか、さすが韓国ドラマにハマってるだけあってすごいことするなーなんて思ったんですけど、そんな鴨を煮るとか日本であるって思ってすぐに聞き返したんです。そしたらね、やっぱ煮たがもではなく煮卵の間違いでした。本当いつも笑わせてくれる母親ですが、わざわざ普通のゆで卵ではなく煮卵を作ってくれるなんてありがたいですよね。普通のゆで卵なら簡単で済むのに、これも一種の優しさなのかもしれません。さて今回はそんな優しさについてのお話ですが、早速本題へと参りましょう。優しさって与える人にとっても与えられた人にとっても時には嬉しかったりありがたかったり迷惑だったりもします。リスナーの皆さんが思う優しさってどんな優しさですか？その優しさは一言で表すことってできますか？私は一言では難しくて表すことができないと思っているのですが、唯一一言で言うとすれば相手を思いやる気持ちでしょうか。相手を思い行動することこそが優しさにつながると思うのですが、看護学校でね、よく患者さんの立場になって考えなさいって耳にタコができるほど言われて、それを頭に実習も頑張っていました。現にそうしてきたことで実習時の成績もですが、実習するときに接した患者さんたちからの評判も良かったようですし、現役看護師になってからも患者さんから指名されるほど頼っていただけたり、あなたがいて本当に心強くて良かったですってお礼の言葉を言われて元気ないがよって退院していかれたことがたくさんありました。ここでちょっと昔の話を出しますが、私は小学校1年生から中学2年生の頃までずっといじめに遭ってきたんです。そんな時に母からもずっと言われていたことがあったんですけれど、いじめられて悲しい気持ちがわかるんだからあなたは同じことを人にしちゃダメよ、自分が嫌だと思うことは相手も嫌だと思うからという言葉です。なのでね、もう小さい時からこうしたら相手は喜ぶかな、これしたら助けになるかなとか、自分だったらこうしてほしいから相手にもそうしてみようとか、自分だったらこれは嫌だから避けようとか、そう考えて動くようになっていました。それって窮屈な接し方じゃないってそう思う人も見えると思いますが、もうね、体に染みついちゃってるのでこれが私の中で普通になっちゃってるんです。でもね、もちろんいいと思ってしたことがみんな同じ考えではないので、すべて良い結果にはなりません。やっぱり人それぞれ考え方は違うので、自分がいいと思ってしたことが相手には迷惑だなんてこともあります。だからこそそんな失敗をした時はものすごく反省もしますし、自分が思っていることが全てではないので、こうしたらよかったとその時には気づかなくて後から気づいて後悔するパターンもあります。人に優しくするのは簡単なことではなく、
時には難しいこともありますが、優しくされたら嬉しく思ったことは誰もがあるはずです。優しさと思いやりは本当紙一重ですよね。人を思いやるからこそ優しさが自然に言葉や行動に出てくるものなんじゃないかなって、私はそう思っています。私ね、学生時代によくあなたは優しすぎるって言われていたのですが、優しすぎると言われても自分では自然にそう動いて普通にしていることだったので、こんなことが優しいのって普通に思うことがありました。大勢でカラオケ行った時に電目を探している人に代わりに本を差し出したことがあったんですけれど、その際にも、わ、君優しいねって言われました。でもこれは優しさではなく気配りになるんじゃないかなっても思いました。そう考えると思いやりも気配りもすべて優しさの一つと考えていいのかなとも思いますよね。あとね、先日お花見に行った時のことなんですけど、最寄り駅の待合室にたくさんのベンチがあったのですが、田舎あるあるの地元の人たちが手編みした可愛らしい座布団が無造作に積み上げられてたり散乱していたりして、本来ならたくさん座れるのに誰も片付けようともしなくて、空いている席に数人の方が座っているのを目にしました。電車が来るまでまだ1時間ほど時間もありましたし、私たちが座る場所はその状態でもまだあったのですが、綺麗にまとめて棚に置いたらみんな座れるのになって思って、棚に座布団を片付けて、それでその日は結構な暑さだったのもあって、待合室の窓も閉め切ったままだったものを風通り良くするために全部の窓を少しずつ両側を開けて、それで座ったんですよ。すごく心地よい風が入ってきて気持ちいいなんて思ってたら、あんた優しいねって言われたんです。でも誰もやらないし、こうしたら自分もみんなも気持ちいいんじゃない？しかもその後すぐにその待合室はたくさんの人がベンチを利用し始めて、やってよかったなっても思いました。ある人がね、優しさなんてただの都合のいい人じゃん、自己満じゃんって言ったのを耳にしたことがありますが、それは優しさを与える人と与えられた人の気持ちの問題だと思うんですよ。例えば A さんが誰がこうしてくれたらいいのになって自分で動くのではなく心に思っていたとして、そこへ B さんがそれをやってくれたとしますね。そうなると A さんにとっては B さんが都合のいい人なわけですよ。でも B さんからしてみれば、 A さんに頼まれたわけでもなく自分で考えて行動したか、または A さんが困ってるとか思って手を差し伸べただけですよね。でもこの考え方をまたさらに変えてみると、 B さんはありがとうと A さんに言ってもらいたくて、きっと A さんが喜ぶであろうということをしたんだとすると、これは B さんにとっては自己満の優しさとなるわけです。もう A さんにとっては B さんの優しさは都合のいい人だし、B さんが取った行動は自己満の優しさというようになっちゃいますよね。ただ面白いのは、これをまたまたさらに違う考え方もできてしまって、A さんが自分ではどうしようもできなくて本当に困ってたとして、B さんがそれを見て、A さんが困ってるからと手を差し伸べたんだとしたら、これは本当の優しさだと思うんです。そして悪く考えるなら、A さんは楽をしたくて助けてもらうのを待っていたとしたら悪質ですし、B さんの方もそれは絶対にこうした方がいいよと押し付けがましく言うだけとか、後になってからあの時助けてあげたのになんで A はこうしてくれないのなどと見返りを求めるような考えだったら、もはやそれは優しさという名を借りただけの行動になります。何でもそうですけど、それをどう捉えるか与えるか、その人次第でこの優しさも変わってくるのではないかと思います。
はい、今回も少し長くなってしまいましたが、優しさとは何かについてのお話でした。自然に人に手を差し伸べることができちゃう人って本当に優しい人だと思うのですが、改めて今回のお話を踏まえて、リスナーの皆さんが思う優しい人ってどんな人でしょうか。電車でもバスでも一人で荷物を置いて何席も使ってたりする人がいますが、たくさん人が乗ってきても荷物をよけて席を空けようとしない人、席を必要とする人がいるのに見て見ぬふりをする人などを見ることがあります。こうなってくると、思いやりのない優しくない人というよりはもはや非常識な人となってしまいます。そんな時に注意するのも一つの優しさでもありますし、自分が座っていたとしたら迷わず自分が席を譲るのも優しさだと思いますが、ただ昔はそれでよかったけれど、今の世の中は喧嘩になったり命の危険にさらされることになったりもあるので、何も言わずに自分が率先して行動を起こすことが一番なのかもしれませんね。ということで、ちょっとまたカミカミではありましたが、今回のお話は全て私個人の意見なので、違う意見の方ももちろんいらっしゃると思いますが、やっぱりみんなが助け合えるような日本であってほしいなって最後にはそう思いましたね。はい、こんな感じでね。それでは本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お相手は山下さくらでした。